年金手帳年金手帳とは、日本において公的年金制度の加入者に対して交付される年金に関する情報が記載された手帳である。国民年金及び厚生年金制度の運営責任は国にあるため、年金手帳の発行名義人は、日本国政府の名義で発行される。なお、加入している公的年金制度が公務員等の共済組合や、 日本私立学校振興、共済事業団が運営する共済のみのものには、交付はなく、基礎年金番号制度が始まった1997年以降、基礎年金番号通知書が交付されるだけである。なお、2018年3月5日以降は、個人番号で公的年金の手続きが可能になったため、基礎年金番号の記載のある年金手帳は、原則不要となっている。 日本年金機構が運営する公的年金制度の非保険者であるという身分証明するための手帳である。加入者一人につき一冊交付され、基礎年金番号も人障害にわたり有効であるため、大切に保管する必要があり、自分自身の基礎年金番号などが記載されている。公的年金制度共通のものであり、転職などで加入する年金が変わっても、 新たに交付されることはなく、同じ手帳、基礎年金番号を共通して使うことができる。企業に入社する際の厚生年金への加入手続きや、年金を受給する際の手続きなど、年金に関するほとんどの場面で必要となる重要なものである。表紙の色がオレンジとブルーの2種類がある。基礎年金番号が導入された1997年、 以降に交付された年金手帳は手帳に基礎年金番号が記載されるため、旧来のものと区別するためにブルーの色になった。年金手帳が作られる前は、各年金制度別に国民年金手帳、厚生年金保険非保険者証、専維保険年金番号証などがそれぞれ交付され、各年金制度ごとに年金番号が発行されていた。 国民年金より早く運用が始まった厚生年金は1942年1月から労働者年金被保険者賞が交付され1944年6月からは名称が厚生年金保険被保険者賞になったさらに1954年5月からは大きさや色が変更になった一方国民年金は1960年10月から 国民年金手帳が交付されていた。1974年11月からは、両制度の手帳が統一され、国民年金、厚生年金共通の年金手帳が交付されるようになった。この手帳には、一冊の中に、国民年金、厚生年金の記号、番号記入欄があり、最初に年金手帳の交付を受けた制度から他の制度に移った場合でも、 新しい年金手帳の交付を受けずに済むようになった。その後1997年1月の基礎年金番号の導入により、年金手帳は現在の形式に切り替わり、すべての公的年金制度共通のものになった。また、それ以前に発行された年金手帳を持っている加入者には、基礎年金番号通知書が送付された。 年金手帳は以上のような変遷をたどってきたため、加入者によって持っている手帳が異なっていたり複数持っている場合がある。20歳になり、最寄りの宿役所、町村役場で国民年金の資格取得手続きを行うと、社会保険庁から年金手帳が交付される。百九十七年以降は、住民基本台帳の個人情報に基づき、二十歳になると、 年金加入手続きを行わなくても、職権で加入手続きが取られ、年金手帳が自動的に本人に直接交付される仕組みとなっている。ただし加入手続きが遅れると、国民年金保険料を全納できる時期が短くなったり、納付が遅れることによって、年金の納付要件を満たさなくなる可能性もあるので、誕生日から14日以内に手続きをすることが望ましい。 なお20歳未満で就職した場合などは、事業主が年金事務所で厚生年金保険の被保険者資格取得手続きをするため、事業主を通して年金手帳が交付される。いずれの年金手帳であっても、被保険者が厚生年金保険の適用事業所に就職した場合は、直ちにその所持する年金手帳を事業を主に提出しなければならない。事業主は、 提出を受けた年金手帳を確認後、これを返付しなければならない。事業主が年金手帳を日本年金機構に提出することはない。日本年金機構のパンフレットやホームページでは年金手帳を紛失した場合に手帳の再発行申請を行うよう説明されている。なお、共済のみに加入している場合は基礎年金番号通知書の再発行となる。 厚生年金保険被保険者証や年金手帳を両方持っていたり、年金手帳を2冊持っている場合には、それぞれの記号、番号を基礎年金番号へ一本化するために、最寄りの年金事務所で手続きをする必要がある。基礎年金番号は、すべての公的年金の加入記録を一元的に管理するために、被保険者1人当たり1つの番号が割り当てられている。そのため、 基礎年金番号が記載されている年金手帳一冊があれば、年金給付には問題はない。基礎年金番号制度が導入される前に年金に加入していた場合や、学生などで任意加入だった場合などは、基礎年金番号通知書が送付されているため、これを年金手帳の表紙裏面に貼り付ける必要がある。表紙がブルーの手帳の場合は、元から年金手帳に、 基礎年金番号が印刷されている。かつては日本国政府が発行していた公的書類であることから、現在でも年金手帳を身分証明書として認めている場所は多い。顔写真は添付されていないが、位置づけとしては健康保険、非保険者証と同等である。現在の年金手帳は基礎年金番号などが記載されているだけであり、 自分自身の保険料納付記録については日本年金機構のオンラインシステムに記録されている。これに対し、いくつかの政党は年金制度の透明化を図るために2005年の衆院選から金融機関の預金通帳と同様に支払った金額や将来受け取れる金額などを明示した年金通帳の導入を政策目標の一つに掲げている。 また新党日本は支払った金額を1ヶ月ごとに印字し、年度末には国費支給分を合算して確実に給付される合計金額を明示するものを提案していた。一方、民主党は加入年月日、支払った金額、年間の受給見込み額をそれぞれ1年単位で印字するものを提案している。社民党は民主党と同様のものをイメージし、 毎年金通帳と呼称している。利点としては、自分自身の保険料納付記録や、将来受け取ることができる金額をすぐに確認できること、年金記録問題を防止できることなどが考えられる。欠点としては、システム設計費や基調用の機械の導入、維持費用が膨大になること、長期間保険料を支払い続ける年金制度において、 通帳が膨大な差数になってしまうこと、基調用機械はおそらく各県に数数十箇所しか設置されないため非常に利便性が悪く、長期間基調しない人が現れることが予想されるが、そうなった場合年金記録問題の防止にならないことなどが考えられる。厚生労働白書平成30年度厚生労働省2018年資料編。 h t t p s w w w m h l w g o j p w p h a k u s i o k o u s i i 1 8 2で、シリットル /.11.pdf。費 11. 用者年金制度の一元化に伴い、2015年10月1日から、公務員及び、私学教職員も、 厚生年金に加入。また、共済年金の職域加算部分は廃止され、新たに退職等年金給付が創設。ただし、2015年9月30日までの共済年金に加入していた期間分については、2015年10月以後においても、加入期間に応じた職域加算部分を支給。国民年金の宿ホームページウェルサンピア。 ウェルシティホームページアーカイブド2014年2月14日、アットザウェイバックマシン。ありがとうございます。